はい、というわけでやってまいりました。ついに、こちら私の、フィットハイブリッドフィット 3S パッケージですね、あの売りの方に出ました。なんとお値段、ホンダフィット S パッケージということで、いやーこんな日が来ると思いませんでした。私のフィット、ホンダカーズ大阪東花園店さんで販売しております。まあ、先ほどね値段も言ったんですけど99万8000円ですよ。走行距離が6万4194キロとなっております。年式初年度登録は平成27年ですね。で今回ね内装ねめっちゃ綺麗にしてもらったんですよね。いや今回ねプロの方に内装ね掃除してもらったんですけど、うわすごいあれめっちゃ気になってるっていうか、これあこんなんしてくれるんや。あちゃんとビニールしてなんか新車みたいな感じ。結構ねこのドア周りがね私6年間の使用感っていうのが結構あったんですけど、うわ結構この布とかも綺麗になってる。あーすごいこの辺もピカピカやわ。あマットも綺麗になってる、すごい。ちょっとビニールの上から失礼いたします。これもう私の車じゃないんでお邪魔します。いや久しぶり、なんかちょっと手放したのもったいないなっていう感じが今してます。あは竹5って書いてる。あちょっと寂しいな。あやっぱこのシートね若干ねなんか白っぽくなってたんですよね。皮脂とかいろいろついて、これ特にねこのヘッドレストのところね綺麗になってるわ。真っ黒やわ。これ結構ね半日ぐらいかけて掃除していただいたという感じですよね。清掃業者がね本当に入って綺麗に、内装の方お金かけて綺麗にしております。この辺の親指がねこう当たるところ、ここがね結構汚い感じだったんですけど、うわ綺麗。これちょっと新車並みやな。これここまで綺麗なの。やっぱねホンダディーラーの中古車はねこの辺が違いますよね。やっぱその辺の中古車屋さんで買うよりもレベルが綺麗さのレベルが違うっていうのはやっぱプロの清掃業者にねお願いしてるってことですよね。ちょっと後部座席も、まあ、後部座席はね比較的そんなに乗ってなかったんで元々綺麗でした。この辺のねほら足が当たるところも綺麗になってますよね。ていうかマットめっちゃ綺麗こんなに黒かったっていうぐらい黒いな。うわなんか元自分の車やけどなんかうるってなったら緊張する。ちょっとねエンジンだけ、かけさせてもらいます。いやなんか懐かしいというかこのエンジン音が懐かしい。ちょっと古めですがちゃんと、ホンダ純正のナビがついております。一応このワンセグとか結構ね便利だったのがこのスマートフォンの Bluetooth とこのナビがねつながって、iPhone の中の音楽とこの車が連動してよかったですね。でこれシフトレバーはこんな感じなんですけど一応 S モードついてます。私ねほとんど使わなかったですねこの S モード。だってホンダフィット、S パッケージに速いんですね。このハイブリッドね十分ねノーマルモードでね速いんでほとんど使わなかったですね。まあたまに山道走る時ぐらいにちょっとポチッとするぐらいだったかな。ね、このシフトレバーねこれ初めての方はちょっと慣れないと思うんですけど、これ一回ねこうしてこうなんです。なドライブ入ります。ほらちゃんとリアモニターも連動します。でパーキングと、まあこれもね慣れなんですぐ慣れます。これね私はこれね結構好きだったんですけど、ね、このギュッとねやった感があるんでねこういうフェルトのようなのつけてました。これは残してるんやな。はい、今エンジン切りました。ハイブリッドカーなんでね、
たまにエンジンが切れて EV 走行がちょっとだけ EV 走行ができます。おお、後ろもなんか掃除してくれてる。はい、ちょっとエンジンルーム見てみましょう。おお、エンジンかかった。あのめっちゃキレなってる。リケルボリッタープラスモーター、これね、7速の IDCB っていうね、あのパワーユニットになるんですが、あのほら今エンジン切れましたよね。あの、ま、ほらこうかかったり、エンジンねかかったり、あのすぐあのかからなくなったりします。あの IDCB のハイブリッドカーはあのまだね、やっぱりこのエンジンが主体の車になるんですね。なのでこの 1.5 リッターのこの、エンジン、ガソリンエンジンの方が、まあ、主にあのこのフィットを動かしているという感じになるんですよね。はい、真後ろから見た、フィット3、こんな感じです。 S パッケージでございます。ちょっとライトつけてみました。いやー、久しぶりに見たんですけど、やっぱかっこいいですよね。あの単純にね、あのフィット3 S パッケージ、私かっこいいと未だに思っております。あの根強い人気があるの分かりますよね。いや、外装もね、あのピカピカです。あのこれね、私実はあのボディーコーティングしてます。なのでまだボディコーティングして1年ちょっとなんで、あのボディの状態もねかなりいい感じで保っております。あのチラ見えしてる、柿本マフラーかっこいいですよね。あの一応ね、純正のマフラーもついてますので、嫌だっていう方は、取り替えが可能です。全然くすみないでしょ。あの私ね、あの立体駐車場に置いてたんで結構日陰になってたんですよね。なのでこういうプラスチック系とかはね、本当に綺麗な状態を保っております。いや本当綺麗わ。うわ、なんかめっちゃ綺麗な、これなんかめっちゃかっこよくない？なんか自分の前の自分の車やけど、買い戻そうかなっていうぐらいの。あ、でちょっとほらエンブレムね変えちゃってるんですね。これフィット4のエンブレムかな。前ちょっとね、オフ会に行った時にこれ変えたんです。で、これちょっと赤エンブレムね、つけてるんですけど、まあこれはちょっと好みのあれがあると思うんで、なんかサーセンって感じですけど。で、これね、ほら、柿本マフラー、かっこいいっしょ？06&S って書いてます。GT ボックスっていう種類になるんかな。ほら、この青色のこの焼けた感じね。かっこいいでしょ？これウィンカーはね、この真ん中にここにつくんですよね。ヘッドライトはこういうね、丸目が2つついてたんですね。で、下にちゃんとフォグランプと、これポジションランプは LED になってます。で、ホンダセンシングはここにはついてないんですよね。あの単眼カメラでここガラスのこの部分から、なんかまあ単眼カメラでホンダセンシングが、ついてるといった、まだそんなに今ほど良くはないです、正直。ちなみにタイヤはミシュラン、X グリーンって書いてるな。これエコタイヤやったと思います。これね、あのコストコで買いました。まだまだ山はあるよ。185の 55R16 16インチですね。で、これちょっと Amazon で買ったカーボンのドレスアップのやつです。ここガラスのところについてるんですけど、一応ね、ほら、こう斜めにこうカットされてるんで、一応中から外は見えます。で、S パッケージといえば、この大きいね、リアウィングが、これ気に入ってました。で、これ、アンテナ。私はね、普段もう倒してましたね、こういう感じで。で、ここにも、あの、ウィンカーがつきます。わあ、なんか結構気になってるわ。なんかワックスかけてくれたんかな。なんかこの辺のね、これ樹脂感、ここ樹脂なんですよ、結構フィットってね。ここもなんかツヤっとするわ。油塗ってくれたんかな。で、やっぱりね、あの長年、6年間乗ってたんで、やっぱ高速道路とかでね、この石羽がどうしてもあります。小さいね、やっぱ羽がどうしても出てきますね。わあ、いいんじゃない。フィット3欲しい人。本当にお問い合わせお願いします。ホンダカーズ大阪東花園店さんで、99万8000円で売っております。
ほら税込みです。まあ99万8000円なんですけど、結構内装とか磨いてかなり状態はいい状態です。で、あの柿本マフラーもついてるので、あのこれからね車あのフィット欲しいなという方はぜひともおすすめの車ですので、お問い合わせお待ちしております。いや本当にね、大事に乗ってきた、私のフィットハイブリッドですが、ぜひともね、車好きの方に、乗っていただきたいですが、本当に誰でもいいです。誰でもいいんで買っていただいたら本当に嬉しく思います。本当にね、心の底からいい車だなと思ってるので、ぜひともお問い合わせください。こちらの車は、ホンダカーズ大阪東花園店さんで販売しております。詳しくは下の概要欄をクリックしてくださいね。ついでに私のチャンネルが面白ければ皆さんグッドボタンお願いします。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。はい、というわけでホンダフィットハイブリッド S パッケージ、中古販売でした。じゃあね、バーイ。